はい、よろしくお願いします。みやちんでございます。というわけで今日は題名にもある通り、バックボレー、素振りシリーズでいきたいと思います。はい、フォアボレーもね、素振りシリーズでやりましたけれども、まあ、ボレーっていうとなんかこう、感覚的にこう、ペンってこう、当てるだけみたいな感じで、思ってるところあると思うんですけど、やっぱりこう、素振りとして、型をしっかり一回覚えておくと、その型を今度崩して飛びついてペンとかね、近いボール、うわ、みたいな感じでこう、崩してコントロールができるので、やっぱり安定もしますし、上達もね、ものすごく早くなります。というわけで、ボレーが大嫌いなワールドテニス TV の辻健さんと一緒に、バックボレー素振りシリーズやってきましたので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルではこういう感じで、元関西大手テニススクールでジュニア育成部門のヘッドコーチだった私が、全国トップレベルのジュニアから老若男女、日本のテニスプレーヤーの方までたくさん指導させていただいた経験を生かして、あ、これやったらちょっと明日もテニスしてみようかなと思ってもらえるような動画作りを目指していますので、気に入っていただいた方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では行ってみましょう。どうぞ。おっしゃ。じゃあ今日は、バックボレーの素振り、はい、前回フォアボレーでやって、そうですね、意外とあのやってみるとやることがたくさんあって、結構ありましたね、はい、こう感覚でこうペンってやる感じから、うん、まあ、素振りしましょうって言ったらある程度形が作れるようにしとくと、はい、いいことも多いですから、今日はじゃあバックで行きましょう。もっと嫌いなやつ、一番多分苦手なやつですよね、うん、ストロークは得意なんですけどね、やりましょう。で、前回のこうレディーポジションとか、はいはい、こうスプリットのところまではほぼ一緒なので、もうそこはもう省いて、ここから構えのところから、まあ、実際こうボールに入っていくこの構えのところと、まあ、最後インパクトからフィニッシュに行くところね、やってみたいと思いますので、じゃあまず行きましょう。構えがから、はい、じゃあバックボレーこうみたいな感じですね。 できれば理想、はい、じゃあその左足を前に出していくところを一回作ってみましょうか、はい、ここのところの、じゃあまずチェックポイントは、あ、こう綺麗にできてますけど、まあ、正面から来たボールを正面に返すっていうことでいくと、うん、この右手のこのラインですね、ここが、まあ、ネットと平行の感じまで肩がしっかり入った方がいいので、これぐらいまで、入れられるとね、いいと思います。でしっかり左足が、前に出てて、うん、まあ、結構いいと思いますね。思いますか、はい、でここから、まあ、一番ポイントになるのはこのラケットの、まあ、上向きの作り方なんですけど、ここのところをね、もう一度しっかり確認したいと思います。これもあのフォアボレーの時の説明で、言ったのと、まあ、基本同じなんですけど、まず正面のカメラから見た時にこのまっすぐと横の間のこの斜め、はい、それから横のカメラで見た時 この上向きとまっすぐの斜めですよね。でそれからこのグリップとラケットヘッドでいくと、ラケットヘッドが後ろに倒れているこの3つの上向きがこう綺麗に整った状態、うん、はい、この形をしっかり作ってテイクバックです、はい、でまあ、この左手の感じは肘張っても折りたたんでも、まあ、別にあのやりたい方でいいと思います、まあ、これぐらい張る方が多いのかなっていう気がしますけど、ここのところはまああの自分のね、本当にやりたい形でいいと思いますので、こういう形で、左手のこの三角形の部分をしっかりね持ってあげましょう、まあ、別にこれはちょっと、下目でもいいですし、ただ、左手が全くついてないっていうのは良くないんで、こう揃えてあげて、ここからインパクトに入っていく感じ、はい、構えねすごくいいと思います、うん、バックボレー、はい、もう一回使い物テイクバックのところ、はい、はい、ここのチェックポイントでちょっとね、辻健さんで気づくのは、この右手が若干こっち入りすぎてる、あ、入ってすぎ、感じしませんか、はいはい、このね、うん、右手のこの部分の作り方なんですけど、まあ、2パターンで辻健さんどちらかというとね、こう入れてるんですね。あ、確かに。この肘がこうちょっと張るパターンで、うん、どちらかというとこの前習いでそのまま前に出しといて、こう横に持ってきた方が、うん、こう入ってくると肘がこう張ってしまって、これがまたこう戻っていくんで、どちらかというとあのスピン系で出ちゃうんですよ、うん、最後こう肘をこう張ってるっていうことは、結構出るときにこう出やすくなってしまうんで、そのまま前習いの感じでこう前に出しといて、これを横に持っていく感じにした方がいいと思います。だからイメージとしては、本当にバックボレーはここからこの形もここまでを固定するようなイメージでいけるとね、いいと思います。あ、それぐらいの感じの方がいいですね。ちょっと前先までこうですね、こういう感じですよね、うん、今日ちょっと肘が張りやすいんでね、うん、あ、そうです、こんな感じでしたね。ここが肘っていう関節を基本的に、まあ、曲げない方がいいと思います。こういう内旋外旋は使えた方がいいんですけど、
あまり張りすぎると良くないんで、そうですね、一直線の形を作っておきましょう、うん、はい。でそこからじゃあ踏み込んでインパクトですね、はい。そういう感じで、まあ、若干ああいう感じで左手を後ろに開きながらこう持っていけるといいと思うんですけど、じゃあここでインパクトの部分をね作っていきます。でポイントとしてはこの手よりもラケットヘッドが後ろに倒れている状態ですね、この状態をキープしながらインパクトしたいです。これができると結構面に乗っかっている感触っていうのがつかみやすいんですけど、ここでヘッドが出てきてしまうと強く当たってしまって、まあポーチボレーの時とかねこれでいいんですけど、まあじゃあノーマルのバックボレーをしましょうっていうと、ここに少しこう段差が出てくる、自分のこの拳の真上で打つよりはちょっと引き込んで打てるところに持ってくると、はい、綺麗にもできますので、じゃあ左足を出した状態で、はい、右足はもうそのままでいいんで、はい、上半身の形だけ作りましょう。ここに柔らかく打ってきてください、はい、OK です。ちょっと交代しましょうか。今やっぱりね実際こうボールを打ってみると辻健さんの動きっていうのは、お願いします、こういう感じで下に結構抜けるんですよ、ね、フォアでもそんなんでしたもん、はい、そのままこのラケット面が前に平行移動するようなイメージで打っていけると楽にこうボールを飛ばす感じができるし、ああごめんなさい、こうたったこの面の上をこう転がって回転をスライス回転をかけていくイメージですね。今どちらかというと面をこう下に持っていって回転をかけようとしてしまう、はい、じゃなくてラケット面はこう上を向いている状態であるので、お願いします、ここでまっすぐ当ててあげれば回転ってかかりますよねっていう、こういうふうにボールが転がりますよねっていうイメージで使えるといいです。でこれ手のひら感覚があると結構まっすぐって出せるんですけど、うん、このバックボレーでこういう形になるとどうしてもこう出やすくなるの で、ね、これを素振りの中で自分がこういう感じで回すんだけど、スイートスポットは前にこういう感じでスライドしていくようなイメージを作れると、はい、いいタッチになってきます。この時にどうですかね、ちょっとねラケット面が見えにくいんですよね、こっちから見ると外に向いてるような感じになるんで、こうか、あ、そうですね、そっちの方がいいと思います、うん、はいはい、前そうですね、しっかりボールを待ってあげて待ってあげて、あ、そうです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 、うんうん、で前に少し運ぶようなイメージで、お、良くなってきましたね。これも結構握りすぎてたのあったかもしれない。はい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 、っ握ってるからやっぱ途中でね止まるんですよ、このラケットが、うん、握ってないとスーッとこうそのままスライドしやすくなっていく。そうですね。真ん中に当たらない。真ん中外してる。ナイスナイス。ナイスね。若干まだね、こういう状態からお願いします。はいはい、こう、こう力が入って止まりやすくなってしまうので、はい、どちらかというとこの肩の動きっていうのは結局こういう振り子動作なんですね、うん。こういうのが一番スムーズに回ってきて、今どちらかというとこう押す方向になってくるんで、この状態で振り子動作を出していくとちょっと下に膨らんで最初にここにこう上がってくるんですけど、こういう動作ですよね、うん、これがコンパクトになってこう抜けていってる感じで、ラケット自体はこうスライド動作、こういうスライドになってくると、うん、綺麗に入ってくるんで、こう突き出さずにこうスライス出す、はい、
真ん中は近いですよでも、うん、あれで真ん中に当たればナイスナイスナイス。そうですね、ここで素振りっていうことを考えるとこの肩の回転っていうのはこう抜けてくると思うんです。おー、はいはいはい、あ、そう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 、こう抜けてくるんですね、うん、で結構こうなってるでしょ、うん、こういう感じの、フィニッシュの抜け方ってしてるシーン見ると思うんですけどこう抜けてくるんですね。でこれがこう前に残ってくるとさっきの動きと違いますよね多分。違う、さっきこう出してましたよね、うん、出してました出してました、こう出してましたね、うん、こういう動きじゃないです、うん、じゃなくて前にラケットは行くんだけどこの滑るような感覚で持っていくっていうのが大事ですね。ああ、全然違う全然違う、あ、そうっす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 、お、乗ってきましたね、面が。で、それで右足出しながら、はい、そうです、そうです。じゃあレディーポジションからいきましょう。構えから入って、そうですね、フォアとはまた違いますね。じゃあ、あ、違います、全然違います。フォアはどっちかって言ったらなんかうまいこうのイメージだった。あ、そうですね、フォアはこう肘がこう曲がって入ってきてるんでこういう、なるほどなるほど、前のこういうイメージ全然いいんですけど、はい、バックはこういうイメージですね。うん、こう振り子動作のイメージに近いんで、そうそうそう、まっすぐですもんね、はい、はい、ナイス、そうです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 。でこうボレーの素振りって言ってもこう左足がしか入ってこの角度を意識してまっすぐスッとこう抜けてくる感じができると、特にあのここの回転がね辻元さんの場合こういう押す動きだったんで、こういう振り子動作のこの動き大げさにやるとこういう動きですね。ここの角度は変わらないんでこういう動きを前に流していって作ってるっていうところができるとこうリラックスした状態で動かせるんで、あとは真ん中に当てると伸びるボールできますので、はい、頑張っていきましょう、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございました。Street alone.